な音作りができるギターがいいなと思った時に、うん、このストラトが一番あったんですね。それこそあの歪みをかけたらちゃんと歪んでくれるし、綺麗なところはちゃんと綺麗に出してくれるしっていう理由で僕は使ってますね。素直な感じですかね。なんか素っぽい感じがすごく僕は好きで、あんまりコーティングされてない感じというか、ガツンと弾いたらガツンと出てくるし、なんか右手でだからのニュアンスで結構変わるギターだなっていうのがすごくあるんで、そこはすごく好きです。だからその人の性格みたいなのがめっちゃ出るギターだなと思います。中井さん的にはどういう、自分的にはどんな性格結構僕不器用なんで不器用なんで、あのそれこそ なんですかね、その時弾いてる時の気持ちとかで右手とかも結構出ちゃうんで、なんかロックの時はもう行くぜよっしゃ行くぜみたいな感じで、結構いい意味で荒々しく出てくれるし、繊細な時はちょっと憂いた感じで行く時はちゃんと出てくれるんでですね。僕はリアスとセンター、ちょっと2個いいかリアとセンター、そうなんですよ、いつも使ってるのリアとセンターなんで、お、はい、リアと使いどころとしては疾走感ある曲とかは結構リアでジャキッと弾いたりとかして、で割とクランチとかの時はセンターで、柔らかいけど埋もれすぎずみたいな音を作ってますね、はい。それこそ僕がギター始めた時もストラト、フェンダーのストラトを使ってたんですけど、弾くジャンルがパンクとかあったんですよね。それでも全然違和感なく、あ、この音、この音だ、この音だっていう感じで出したんで、本当にオールマイティに使えるからめちゃめちゃおすすめですね。これは一本は持っていたいギター。ボーカルの大森のギターが定期さんで、それを触らせてもらったのが一番最初です、家に遊びに行った時に触らせてみたいな感じ。はいはいはい、粒がやっぱ綺麗ですよね、一つ一つの、だから弾いてて心地いいし、聴いてる方も心地いいみたいな感じが、印象があります。それこそスイッチャーで全然音色が違うから、いろんな音作れると思う。キャスだけでも、そういう音も作れるし、ちょっと繊細な音も作れるし、使いやすいです。キャスはやっぱりフロントの音が割とハムとかだと埋もれちゃうというかが多いんですけど、キャスはフロントにしても全然埋もれなくて立つんで好きですね。なんていうんですか、フロントは割と単音で高いところで鳴らすと気持ちいい。みたいな鳴らす気持ちいいんですけど、割とセンターとリアとかだとバッキングとかで。それこそ僕のルーツの阿部太さんもテレキャスターでジャキジャキとやってみてたんで、そこから
そこからでこのテレキャスへの憧れもあるんですけど、うん、やっぱテレキャス持つと自然のハッチングしたくなっちゃいますね。デビューしてからすぐぐらいですかね、メジャーデビューしてから。それまで全然触ったことなくて、で音を聞いたらめっちゃパンチあるなと思って家でずっと弾いてたんですけど、はい、楽しくてずっとその当時はずっと弾いてましたね。バッキングのこの弾いた瞬間のパンチ力というか、こう来る感じですね。めちゃめちゃ気持ちいいですね。バッキングしてる途中で単音挟んでも全然抜けてくるから、それもいい感じですよね。これはセンターですかね。センターのもうジャキジャキ感、瞬間の攻撃力がやっぱりすごいから、コード弾きとかするともう次々と来る感じがすごいいいですね。はい。ひねくれてる人に使ってほしいですね。ちょっと一ひねり違うというか。やっぱりみんなと一緒嫌みたいな感じだったら、これめちゃめちゃおすすめだと思いますね。持ってるだけで雰囲気ある感じがします、ね、これをもう見た瞬間にめちゃめちゃかっこいいなと思ってそれが出会いですね。パッと その時ライブ当日だったんですけど、パッと見て今日これ使いたいって言って使ったんですよ。はい、一目惚れ。一目惚れにも程があるぐらい。本当に使って。その日にもう見ても即ムライブ使いたいと。はい。なったギターですね、これは。この別光と黒の組み合わせがめちゃめちゃかっこいいな。僕もちょっとだけひねくれてるんで。こういう、ちょっと物珍しい感じの色合いとかですね。音も、前使ってたやつが結構埋もれちゃうやつだったんで、使っててもうバチンと抜けてきてくれたんで、もう弾いててめちゃめちゃ気持ちよかったですね。楽しかったし、